ここが俺たちのアジト。アジトっていうか、何かの事務所みたいだけど。みたいというか、そのものズバリ。フォルトナエンターテイメントって聞いたことがないか？知ってる。キリアが所属してる芸能事務所。さすが翼ちゃん。で、ここがそのフォルトナエンターテイメントだ。私、そんな場所に連れてこられたの？表の顔は芸能事務所、裏の顔はミラージュ事件の調査隊。それが俺たち、フォルトナエンターテイメントなんだよ。で、二人には教えてなかったけど、俺がお世話になってる芸能事務所ってわけだ。どうして教えてくれなかったの？そうだよ、そんな組織に入ってるのを隠すなんて水臭いじゃないか。キリアと同じ事務所だって教えてくれたら絶対にサインもらってって頼んだのに。そっち？というか、翼ちゃんのそういう反応が予想できたから教えなかったんだよ。それよりそれより、トーマくん、キリアはどこにいるのかな？ここにはいないぜ。どうして？落ち着けよ翼ちゃん。キリアさんは仕事だよ。ただでさえ忙しいのに、今はライブも控えてんな。それこそ分刻みのスケジュール。俺ですらキリアさんの顔見んの超久しぶりだったんだぜ。翼ちゃん、何してるんだ？キリアがいた空気を吸い込んでます。これがキリアが吸った空気。幸せ。どう、そうだ、二人に会ってほしい人がいる。会ってほしい人？うん、あのドアの向こうにな。ほら、翼ちゃんもいつまでもトリップしてねえで。もう少しこの空気を。ビルの中にこんな場所が。驚いたろ。ここは俺たちミラージュマスターや高いパフォーマーを持つ選ばれし者だけが入れる特別な場所なんだぜ。この空間、何か懐かしい感じがするな。ええ、私もよ。なぜかしらね。シーダ、今までどこにいたの？
どこって、翼ちゃんと一緒にいたぜ。ただ見えなかっただけだ。このブルームパレスでなら実体化できるんだよ。おい、チキ。あ、トーマお兄ちゃん。この子はどこかだ。うん、確かに驚いたよ。まさかトーマくんが年下の女の子にお兄ちゃんって呼ばせて。ってあれ、この子どこかで見たこと。ああ、そうだ、チキだよ、ウタロイドのチキ。ウタロが実在してる？ナイスなリアクション、アンガトさん。というか変な容疑をかけないで、最初からそっちに反応してくれ。紹介するぜ。二人も知ってるウタロってのは仮の姿。チキの正体はミラージュだ。ブルームパレスにようこそ。待ってたよ、お兄ちゃん。俺もお兄ちゃん。うん、お兄ちゃんって呼んじゃダメ。別に構わないよ。やった、ありがとうお兄ちゃん。お礼を言われることじゃないって。それより翼の危険を教えてくれてありがとう。私はそれくらいしかできないから。本当は私自身が助けに行ければいいんだけど、私はここでみんなの無事を祈ることしかできないから。それってどういう意味？私は他のみんなとちょっと違ってブルームパレスに縛られてるんだ。そんなことよりお兄ちゃん、クロムとシーダの記憶は？二人は記憶ある？クロムもシーダも自分がなぜここにいるのかわからないって、記憶を失ってるみたいだったけど。やっぱり。もしかしてチキも記憶が？うん、理由はわからないけど、ミラージュはみんな記憶が曖昧になっちゃってるみたいなの。それはきっと不安だよね。うん。心配してくれてありがとうお兄ちゃん。でもね、大丈夫。クロムとシーダが見つかって、お兄ちゃんと翼お姉ちゃんはいい人そうで、今はとっても嬉しいよ。チキちゃん、なんていい子。私、毎日遊びに来るからね。ありがとう、翼お姉ちゃん。自己紹介も済んだことだし、チキ、そろそろユニティの説明頼む。ユニティ？お兄ちゃん、パフォーマーを持ってるよね。あのね、パフォーマっていうのは人の心に宿る表現力の結晶なの。そんなパフォーマを人間やミラージュに合体させて新しい才能を開かせてあげる儀式、それがユニティだよ。新しい才能？簡単に言えば強くなるってことだね。私は他のミラージュみたいに戦うことはできないけど、ここでユニティの儀式ができるんだ。ねえねえお兄ちゃん、早速私と一緒にユニティしよう。パフォーマーが集まるミラクルステージ、ブルームパレスへようこそ。聞いてお兄ちゃん、
新しいユニティができるようになったよ。カルネージ・ユニティって言うんだよ。新しいユニティ、忘れずにチェックしてね。これでいいかな？それじゃあ、ユニティするよ。行くよ。カルネージ、ユニティ。クロム、俺に力を貸してくれ。今作ったカルネージ、次はどうしよっか。パフォーマーが集まったら、私にできることはこれくらいだけど、少しでもお兄ちゃんたちの力になれたら嬉しいな。頼りにしてるよ、チキ。よかった。私いっぱい頑張るね。舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私もまた絶対に来るからね。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか？まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより、翼ちゃんのレッスン、予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから。正統派の青春派アイドルね。でもそんな急に。なれろ翼ちゃん。舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたら、キリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、
芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に？そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす、ひょっとしてミラージュマスター？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこった。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水郷じゃないのよ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。なんで七に赴く兵士を見送るような言い方？それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。それじゃ今日は解散。あなたがレッスンの先生ですか？シュラップ！まだ決めポーズの途中です。決め？いきますよ。バッドのシングもグッドにチューニー！バリーグッドマン！参上せ！翼です、よろしくお願いします。オッケー翼、私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。
知ってる人？うん、何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、ソロアルバムでミリオンとか。でもその人もっと痩せてたような。本人なわけないよね。あすばさ、それは私で。何キロ太ったんですか？つばさ、ごめんなさい。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。全部昔の話です。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。青井いつきです。よろしくお願いします。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバーディルーキーズ。頑張ります。いい返事ですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍速度と密度でいきます。通常の3倍？別に3倍じゃなくても。知ってましたか？今日は秋葉で人気アニメディア魔女イオハのフィギュアが発売される日です。特典付きの限定版は少しだけ。出遅れるわけにはいきません。はあ、お宅の何が悪い。何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。さっさとレッスンを終わらせたいので協力してください。間に合わなかったらいつきにも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから、本当は3倍でも足りないくらいで。ビシビシいきますよルーキと言えばわかるのです。翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません。そんな歌はクソくらえ。いいですけ翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バツ、その歌に熱狂や感動がありますか？ないです。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なせん。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ事務所を抜けて芸能界をやめやがれ。それはダメ。私はお姉ちゃんを探したいんです。だから翼の都合なんて私知らない。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込められてません。自分のためメッセージってどうやって歌に込めたら。答えを聞いては意味がありません。感じるのです。いつきも翼が言われてるだけと聞き流すなよ。あ、はい。それでは
ワンモートライ。はい。ストップ！ストップ！このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。次も私のレッスンを受けたいなら、ディア魔女イロハ見て勉強してきてください。ごめん、イツキ君。私のせいでバリーさん怒って帰っちゃった。気にするなって。矢面に立ったのが翼だっただけだよ。アイドルって大変なんだね。なんかいろいろ考えちゃった。もしかして、アヤハさんのこと？うん、よくわかるね、イツキ君。まあ、なんとなく。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだなって。ガツンとやられちゃった感じだよ。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしてて、かっこよかったし。ああ、やっぱり私、お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。諦めるには早いよ、翼。まだ1回レッスン受けただけだし。バリーさんが勉強しろって言ったアニメだってまだ見てないじゃないか。なんで笑うんだ？だって、イツキ君と2人で小さな女の子向けのアニメ見てる姿を想像したらおかしくて。でも、元気づけようとしてくれてありがとう。そういうところ本当に変わらないよね。うん、私もうちょっと一人で考えてみるね。またね、いつきくん。あ、お疲れ。お疲れ様です。あ、何？ダイタマでは助けてくれてありがとうございました。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。うん、ま、それがバリーの仕事だからね。ね、一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？自分のことだけで手一杯で。でも、なんであそこまで酷評されたのかわからないです。なるほどね。ね、あなたたちは歌手になりたいの？俺は違うけど、まあそんな感じです。そう、歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。それを伝えるために彼らは泣くでしょ。はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。これは？
それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど、だけどあの子なら。ん？いえ、何でもない。共演相手の剣やしろは超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりなら、あなたにも得るものがあると思う。それじゃ、これからリハーサルだから。それにしてもすごい熱気だな。キリアと剣やしろの合同ライブだよ。当たり前だよ。キリアさんも言ってたけど、そんなにすごいのか、その剣やしろって。こんなライブ畑中八房じゃなきゃ打てなかっただろうな。畑中八房。翼が進めてた理由がよく分かったよ。でしょ？キリアさんを歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーをあげられるの。翼？翼、どうかしたの？今、聴いている人を元気にしてあげられる歌、歌ってみたい。キリアさんみたいに輝きたい、ステージの上で。翼、
決めた。私決めたよ、いつきくん。だからこの前に言ったことは忘れて。この前、お姉ちゃんと違って私はアイドルに向いてないって言ったこと。見ててね、私絶対にアイドルになるから。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を歌えるようになるから。なれるさ、応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど、きっと翼の力になる。いつきくんの応援があれば100人力だよ。自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。舞子さん、キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなたが感じているものよ。そしてそのパフォーマーは翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。新しい扉。さあこのまま次の八代くんの。何あれ、俺たちにしか見えてないのか。あれ、体がだるい。ああ、全部めんどくさい。でもなんでこんなにめんどくさいんだ。何なのあれ、ミラージュの攻撃。でもあんな現象は見たことない。逃がさないわよ。逃がさないと言っているでしょう。どうしてあなたが。私の邪魔をしないその女からは大量のパフォーマーを感じる。殺さず生け捕りにするのよ。私の邪魔をしないでって言ってるでしょ。いつきくん、トーマくん、
お姉ちゃん。翼！うっ！あ、ギリアさん！何をしているの？ここは戦場なのよ。そんな、キリアさんが、キリアさんが。怪我だ。一旦戻って体勢を立て直さねえと。追いなさい。何かが起ころうとしている。今逃げ出したら渋谷が、いえ、この世界がどうなるかわからない。でも私たちだけであんなにたくさんの敵、それにお姉ちゃんだって。垂れてるんじゃないわよ。5年間ずっと探してたんでしょ。アヤハを救いたくても力がなかった。手がかりすらも。だけど今はそうじゃない。だったらどんな障害があったとしてもあなたは追わなくちゃいけない。今のあなたたちはミラージュマスターを、望もうが望むまいがもう当事者なのよ。だったらその運命を呪うのではなく、運命を超えなさい。キリアさん、アヤハをよろしく。早く帰ってこいって伝え。キリアさん。キリアのことは任せて。みんな、あとは頼んだわよ。気をつけてね。任せてください、マイコさん。ヒーロー的にはこっから逆転タイムなんで。俺たちがやるしかないんだ。大丈夫だ、翼。俺たちがついてる。行こう。